クズリダム、クズリ川ダム汚職事件は、戦後の1965年に表面化した汚職事件である。なお、立件はされていない。電源開発が計画したクズリ川のダムの建設をめぐり、第一航区は指名競争入札で行われた。41億円の最高額で入札した、鹿島建設が落札、真組、熊谷組、西松建設、 前田建設工業の四社が最低落札価格を超えていないとして失格となった。池田隼人首相への政治献金を約束した鹿島建設と電源開発が決着していった可能性があるとして国会で田中正治大義氏が追及。だが首相秘書官だった中林康男の問題を追及していたジャーナリスト倉地武雄が相次いで不自然な死を遂げ問題は うやむやになった。石川達蔵は、金管職として小説化し、映画化もされた。1990年代に、事件の追跡取材を行った、共同通信社社会部の魚住明ららは、この、事件は、入札やり直しをも論む、田中正二やまくみが描いた幻であり、田中らが主張したような、事件は存在しなかった、と主張している。くず流ダムの入札では、 木戸額は44億9000万円。ロアリミットの割引率は8.5%。従って、ロアリミットは44億9000万円91.5%イコール41億835万円となった。棚からは、電源開発が木戸額を不当に水増ししたためにロアリミットが釣り上げられ、そのことを事前に知っていた鹿島建設だけが、 ロアリミットを上回る価格で入札し落札したと主張していた。ところが実際には失格したマグミ、落札したカシマの双方とも独自に算出した見積もりは、電発の目途額と同程度であり、水増しは確認できなかった。一方で、田中は以前からマグミ、藤井総治全電発総裁の両者と癒着関係にあり、藤井総裁在任中に談合でマグミが、 クズリダムの工事を落札するように画策していた。そのため、入札のやり直しを求めるマクミと、総裁復帰を画策する、藤井、電発に対する、通産省の影響を排除したい、田中の三者が共謀して、入札に対する疑惑を主張しようとしたが、藤井が途中で態度を表現させたため、田中がその代わりに、以前に、藤井を取材していた、倉地武雄を引っ張り出したのだという。 実際には入札手続き自体は公正だったが、ロアリミットの割引率に関する情報を、鹿島側が買収工作によって事前につかんでいた形跡があり、そのことが鹿島による落札につながったのではないかという、ありがとうございます。